お疲れ様です。ポンです。今日はできたら2本動画を上げたいと思っています。まあ最初にプライベートの話をしたいと思います。まっちゃんからね、連絡が来て、ちょっと弁護士の先生紹介してくれと。いつも自分が使う弁護士の先生がいてるんですよ。この前の横領の件とかね、あと、まあ、いろんなことするのに、まあ、弁護士立てて物事するときにいつも力貸してもらってる、まあ、ある先生がいてるんですよ。まあ、その先生って、まあ、自分毎月ね、その先生に何もなくても10万円渡してるんですよ。顧問っていうわけじゃないんですけども、まあ、顧問的な感じでいろいろやってもらってるんですよ。だからこの前の俺の件も自分は先生に払ったお金は3万円だけなんですよ。そういうまあ付き合いがあって、その先生を紹介してくれと。でね、いいよと。どうしたのという話になって、まあ詳しいことはまだ会った時に、まあ詳しいことは言うけども、ざっくり簡単に言ったら、まっちゃんの娘の旦那、この前動画で話したと思うんですけど、嫁も子供もいてないと嘘ついて浮気してたわけなんですよ。その浮気相手の身内っていう人間からね、そのまっちゃんの娘の旦那に連絡が来て、うちの身内の子を傷もにしやがってと、嘘つかれて嫁も子供もおんのに嘘つかれて捨てられたと。本人うつ病になって仕事も行かれへんと。なんかキャバクラかなんかで働いてたらしいんですけど、その店も行けてないと。うつ病みたいになってしまってね、落ち込んで。どうしてくれるんやと。家賃も払われへんし、携帯代も払われへんと。もちろん生活もできへんと。どうしてくれるんやと。どれかっこつけてくれるんやと。まあ、そんなような電話があったんですよ。で、そのことで弁護士の先生に相談したいと、まあ、いうことだったんで、今日の昼間ね、まっちゃん家族、まっちゃんのね、まっちゃんの娘、まっちゃんの娘の旦那、ね、自分、それと弁護士の先生、そのメンバーで一緒にご飯食べたんですよ、昼ご飯ね。まあ、いろんな話がそこで出たんですけどね。まあ、結局、弁護士の先生は、やっぱりお金はいりますよと。嘘ついてた分ね、独身やと。嘘ついて、まあ、その、女の人と、男と女の関係になってると。まあ、それはお金はいると思いますと。だから弁護士の先生は、まあ、50万ぐらいで、いいんじゃないですかと。50万渡して、示談したらいいんじゃないですかっていう考えなんですよ。まあ、まっちゃんにしてみたら、一発10万かと。まあ、4、5回。そういうおめこしてると。一発10万かと。まあ、高いおめこやなと。でもお前、まあ、素人の女の子やしのと。で、自分の好みの女やろと。まあ、その自分の好みの女と一発10万でおめこしたと思ったら、安いもん違うかと。まあ、50万ぐらいの金あったら、もうそれ払ったれと。女の子には何の罪もないと。お前が悪いっていう感じなんですよ。まあ、自分もそう思うんですよ。50万ぐらいのお金で話が終わんねやったら、もうそれ払ってあげたらどうやと思うんですよ。で、まあ、まっちゃんの娘も、その娘の旦那も、もう仕方ないなと、それはもう自分が悪いですっていう感じなんですよ。で、弁護士がそのかかっていた番号に電話かけたわけなんですよ。会って話がしたいっていうことでね。そしたら、まあ、電話に出た人間は、どう考えても、普通の仇の人じゃないんですよね。まあ、半グレなのかもわかんないですけど、もう、セベリ区長、揚げ足の取り方、まあ、もう、ヤクザかな、という感じなんですよ。誰かにお願いしてるわけなんですよ。弁護士の先生が喋ってんのを横で、自分もまっちゃんももう、イライラして聞いてるわけなんですよ。いやいや、先生、もうそこは違うやんと。そこは、そういう喋り方、あかんやんと。まあ、イライラね、横で聞いててしたんですけど、まあ、先生は、とりあえず会って話しましょうと。お互い納得できる話をしましょうと、まあ、いう感じなんですけど、
まあ、向こうにしてみたらもう膨大な金額提示はしないんですけど、1000万円そこらの金で終わらす気はないとかね、もうちょっと子供みたいなことは言ってるんですけど、まあ、釣り上げてきてるのは釣り上げてきてるんですよ、お金をね。で、最終的には、まあ、300万ぐらいの話をしようと思ってると思うんですよ。でもまあ、こっちはもう50万以上払う気はないと。まあ、いう話なんですけどね。まっちゃんの娘の旦那さんがね、自分の親に相談してるわけなんですよ。こういう電話があったと。そしたら親は、お金借りてでも、もう、示談しろと。それが、300万でも400万でも500万でも、もうお金払って終わる話なら、お金払って終わらせと。まあ、そういう考えなんですよ。だからまっちゃんは、今この前から親に電話かけて、もう解決したと。心配かけてごめんなっていう電話をしろと。もう親がかわいそうやと。お前みたいなバカ息子、もう親に心配かけるなと。言うてまあ電話させたんですよ。だからまあ親は、仇の普通の人やからね、もう怖いわけなんですよ。自分だとやっぱりね、感覚がね、ちょっと違うんですよ。その、やっぱ一般の人はね、やっぱりこういう人らが、恐喝されてお金払うんやろうなって、今日つくづく思いましたね。まあ、できることなら1円も払いたくないって、まあ、自分らは思うんですけど、もうお金で解決できるんであれば、お金で解決したいと。やっぱり普通の人ってそういうふうに思うねやろなと思って、なんか、すごいなと思いました。はい。まあ、とりあえず、明日、弁護士と、相手の身内やって言うてる人と、まあ、会って話するらしいんですけどね。まあ、どんなことを言ってくるか、ちょっと楽しみなんですよね。はい。それで、まっちゃんとこの娘が、弁護士費用って言ってね、珍しく、封筒に10万円入れて持ってきたんですよ。で、先生に、そこから3万円渡して、自分が封筒からお金抜いて3万円渡して、7万円返してあげたんですよ。先生と、俺はもうこんな付き合いやから、そんなにお金いらんから、とりあえず、3万円だけで先生当たってくれと。話しに行くぐらい3万円でいけるやろと。まあ、そんな話して、わかりましたと。で、50万円、明日先生の口座に振り込んでっていう話になってるんですけどね。まあ、どんな話になるか、ちょっと楽しみですね。はい。今日は、7万円返し上げたので、1円も恐喝されずに済みました。はい。ということで、もう一本動画撮れたら、撮りたいと思います。じゃあ。